アレックスということで、これもかなり展開としてはキリア、キューバは厳しい展開になると思うんですが、アレックスの火力が高い、そうですね、キリアの防御力の高さとも貫いてしまう、もう早い、早いなぁ。さあ、これ、フミさん、うわぁ。さあ、使用試合のお返しだと言わんばかりに、タッチ中盤。さあ、時報対時報の対決。さあ、コパンタイク大フラチョップ勝利、おしゃれおしゃれコンボ。でもさ、これ負けた時どうする？あ、いや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 、いや、やめちゃ、いいけど、山田さん、これ、これ指定関係はもう解消されたっていうので、アレックス、アレックス来ました。あ、最初から結ばないと。ティーラ君だ、ティーラ君。あ、これティーラ君勝つ、ティーラ君勝って終わりだ。いや、指定関係は最初から結んでないっていう。あ、なるほどね、はい、最初からない。さあ、ティーラ君が勝って終わると思うんですが、こうやってさ、やっぱヨモダはダットリだよねとか、RB はユリアンだよねってさ、決めつけられてるのはやっぱかわいそうだね。俺とかシンタとかね、自由だからね。ティーラ君ね、うまい。ティーラ君うまい。ティーラ君うまいぞ。ハルさん要する日本代表に勝ってる。なあ、それはすごいですね。はい、さあ、ここでケイン対アレックス。これは非常にアレックスが本来でも厳しいんですが、はい、まあ、チハルケン、これはどうなんでしょうか。アレックスを知ってるかというところはちょっとわかんないです、ね。なるほどですね。さあ、飛びが通っている。はい、通ると N タクが通りますんで、ただ今クイックスタンディングを取らなかったところは、なるほど、スタンチなどよく見えてると思います。なるほど、ね、結果的にスタンはしてしまいましたけれども、はいはいはい、時間を稼いでいくという。さあ、そして今度は KOF チャンピオンキャベツが登場ということで、かつては池袋でサーブストライク、この男もやっておりました。 KOF の片手間だったかもしれませんが、今ではこのサーブストライクの大きな大会に出るにまで力を上げてきましたが、この元気に対してどこまでプレー、本来のプレーを見せられるか。チャプターケブロッテ1番から大足、何かを持っている、キャベツは何かを持っているのか。カラシャンプからパワーボム、元気は常に追い込まれた状況で戦わなくていけませんが、しゃがみ中盤、そして